今日は日本でも試合だったので、こういう会場にいましたけど、
いよいよ勝負の8月がやってきます。この夏はテレビアムジャパンが日本を盛り上げているというお話をしていました。改めてこの会場の皆さん、そしてテレビをご覧の皆さんに決意の方をお願いします。東日本大震災の時はね、なでしこの世界一になりました。今回のオリンピックはなでしこが残念ながらなりませんけれど、まあ、熊本震災が起こったね、この年に我々オリンピックチームはね、日本に勇気と感動を届けられればなと思います。